初めまして、ルクズマ俊介と申します。私は多文化教育を研究対象としており、特に学校教育の多様化に注目しております。日本の教育は画一的だと言われることがありますが、皆さんはどのようにお考えでしょうか。画一的な教育では、平等性が担保された環境で共同生活を送ることで、社会生活を営む基本を学ぶことができるかもしれません。一方で、画一性には国籍や学力、不登校、同性愛など実際に学校現場で起きている多様性との共存が難しい側面があります。画一性と多様性の間には常にせめぎ合いが存在しています。教育学の一つの役割は、これらのバランスをどのように取るべきかということを教育現場の状況と照らし合わせて考え、提案していくことではないかと私は考えています。私は現在、外国人児童生徒の不就学問題に着目しています。日本では外国人児童生徒は義務教育の対象として含まないという事実から、学校に席を置いていない不就学が発生しており、中には引きこもり状態の子どももいることが調査から分かっています。そんな中、日本では平成20年から学習指導要領等の教育課程の基準によらないプログラムが可能となりました。つまり、外国人児童生徒たちを対象にしたエクストラカリキュラムの実現の兆しも見えてきました。しかし、国内ではエクストラカリキュラムの前例はなく、未だ実現できているとは言えません。そこで私は、カリフォルニア州で導入されているエクストラカリキュラムの現状を調査することで、どうすれば日本に導入できるのかということをまとめたいと考えています。すぐに日本に導入するというのは楽観的な考え方かもしれません。しかし、私自身がカリフォルニア州の教育制度に支えられて小学校時代を無事に過ごせたことを思い返すと、現在すでに困難を極めている子どもたちや、今後増加が予想される外国人の子どもたちの将来のためになるような最初の一歩となる研究をしたいと感じています。今回ご支援いただいた研究費は、主に現地までの旅費に使わせていただく予定です。研究過程や成果につきましては、レポート等で随時報告いたしますので、ぜひ私の研究をご支援いただけるとありがたく思います。ご支援のほどどうぞよろしくお願いいたします。